新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては輝かしい新春をお迎えのことと心からお喜びを申し上げます。旧年中は市政の推進に温かいご支援ご協力を賜りまして心から熱く御礼を申し上げます。市政9年目を迎えまして市の人口は木津川市発足時から約7600人増加をし現在74137人となりました。日本全体で少子高齢化人口減少が大きな課題となっている中木津川市では人口の増加が続いております。今後は人口の増加を元気な地域づくりに結びつけてまいりたいと考えております。さて昨年の4月に文化庁が初めての日本遺産の認定を行いました。京都府では山城地域が日本茶800年の歴史散歩として認定をされました。木津川市からは懐柔泉寺と上駒茶問屋が認定をされました。平成29年度には京都府を中心にお茶の京都のイベントがこの木津川市を含む南山城地域におきまして大々的に開催される予定となっております。また今週には木津中央地区城山台に京都大学大学院農学研究科附属農場が竣工する予定となっております。今後市民の皆様にご協力をいただき策定をいたしました木津川市町人仕事創生総合戦略を実行しているため市の組織体制を見直すなど市民の皆様と共に市を挙げた地方創生に取り組んでまいりたいと考えております。さて昨年木津川市長として3期目の任期をスタートさせていただきました。私の信条でありますクリーンで誠実な心の通った市政の実行を貫き人も町も元気で生き生きと輝く木津川市を実現してまいりたいと気持ちを新たにしているところでございます。引き続き変わらぬお力添えを賜りますようよろしくお願いを申し上げます。結びに本年も市民の皆様の笑顔が輝き明るく幸せな一年になりますよう心からお祈りを申し上げまして新年のご挨拶といたします。